実力アップ日本語能力試験1級文法編 Welcome to part 2 of the JLPT grammar series. We'll be covering the 11 terms listed below. These are terms that often come up on the grammar portion of the Japanese language exam for foreign speakers. Therefore, there are many words in the examples that appear on N1, but I'm not listing or talking about any definitions of general vocabulary. It's assumed that you'll know the meaning of the general vocabulary already or can look them up, but I do provide translations. These are terms that even if you know the basic meaning alone, it may be hard to figure out how it is used in a sentence. For example, there may be hidden nuances of meaning, various restrictions, or grammar rules, such as it being only used with nouns or only past tense verbs, etc. It's also true that on the N1 test, we are mainly talking about terms that are used in very formal or written language, rather than colloquial Japanese. First, let's begin with a 20-question review of the previous Lesson 1 grammar points. I hope you can score 100% on this quiz. If not, you may want to go back and study the previous Part 1 video. Good luck! 鍵がないので、家の中にほにゃらら入れない。鍵がないので、家の中に入ろうにも入れない。R 社との契約が成立するかどうかは、今後の交渉、ほにゃらら。R 社との契約が成立するかどうかは、今後の交渉いかんだ。新製品の説明、ほにゃらら、パンフレットと価格表を持って伺います。新製品の説明方々、パンフレットと価格表を持って伺います。不況の中で、待遇の遺憾に、ほにゃらら、仕事があれば働きたいと考えている人もいる。不況の中で、待遇の遺憾に関わらず、仕事があれば働きたいと考えている人もいる。これから外国で一人暮らしをしなければならないとは、ほにゃらら、限りだ。これから外国で一人暮らしをしなければならないとは、心細い限りだ。ほにゃらら、がてら、その新しい病院に行ってみた。友人の見舞いがてら、その新しい病院に行ってみた。一度遅れた、ほにゃらら、もう取引してもらえるないよ。一度遅れたが最後、もう取引してもらえるないよ。愛情、ほにゃらら、夫婦です。愛情が消えてしまったら、夫婦であることの意味はありません。愛情あっての夫婦です。愛情が消えてしまったら、夫婦であることの意味はありません。彼は高校の教師をする、ほにゃらら、小説を書いている。彼は高校の教師をする傍ら、小説を書いている。ほにゃらら、死は避けられない。
どんなに医学が進歩しようが、死は避けられない。彼女は頑固で、言い出した、ほにゃらら、決して譲らない。困ったものだ。彼女は頑固で、言い出したが最後、決して譲らない。困ったものだ。姉は子供を、ほにゃらら、傍ら、大学の通信教育で勉強しています。姉は子供を育て傍ら、大学の通信教育で勉強しています。お客様あっての店ですから、ほにゃらら。お客様あっての店ですから、店員は客様に失礼態度で接してはいけませんだ。出席者がまだ一人も来ないので、パーティーを始めよう、ほにゃらら、始められない。出席者がまだ一人も来ないので、パーティーを始めようにも始められない。目標を達成できるかどうか、それは君たちの努力、ほにゃらら、だ。目標を達成できるかどうか、それは君たちの努力いかんだ。青山公園の近くに引っ越しました。お花見、ほにゃらら、お尋ねください。青山公園の近くに引っ越しました。お花見がてら、お尋ねねください。理由の、ほにゃらら、一度納めた授業料は返しませんという学校が多い。理由の遺憾に関わらず、一度納めた授業料は返しませんという学校が多い。今後の状況の進展の遺憾によっては、ほにゃらら。今後の状況の進展の遺憾によっては、計画の中止も考えられる。長年の夢だったマイホームを手に入れることができた、嬉しい、ほにゃらら。長年の夢だったマイホームを手に入れることができた、嬉しい限りだ。来月の第四日曜日に市民会館でチャリティーバザーを開きますので、ご案内。ほにゃらら、ご協力をお願い申し上げます。来月の第四日曜日に市民会館でチャリティーバザーを開きますので、ご案内方々、ご協力をお願い申し上げます。あの子には困ったのだものだ。盗みをしたり、喧嘩をしたり、おまけに教室で暴力を振るって、ついに退学になる、ほにゃらら。彼は一日も休む、ほにゃらら、働き、自分の店の開店資金を作ったのだそうだ。
今は何よりも経済優先であり、利益が第一と考える、ほにゃらら。仕事に追われる生活では、月日が矢の、ほにゃらら、過ぎていく。もうすべて知られてしまったんだから、本当のことを言わず、ほにゃらら、よ。電車の中で、お年寄りに席を譲ろうともしない若者の態度は、不愉快、ほにゃらら。その学生は席に、ほにゃらら、早いか、携帯電話でメールを始めたので、先生に注意された。小学校のクラス会があった、何しろ20年ぶりのほにゃらら、顔も名前もすぐには思い出せなかった。その少年は、東海線の100、ほにゃらら、駅の名前を順番に言えるのだそうだ。家族を殺された人がその恨みを晴らさ、ほにゃらら、と思うのは当然だろう。夜の原宿の街に集まる少女たちは、なぜか黒、ほにゃららの服装を好む。服は黒、帽子も靴下も黒といった格好だ。11が早いか。 Almost as soon as one event ends, another event starts. This shows two events happen quickly in succession. You should be careful, though, in that you are not talking about yourself, but making a comment on an external situation. It can describe events you are witnessing in the present time or that already happened, but not something that happens in general or regularly. The ga immediately following a verb in past or non-past form implies a dropped nominal no.1
ベルが鳴るが早いか、学生は机の上の本やノートをカバンにしまう。2. 息子は、ただいまと言って、カバンを置くが早いか、外に飛び出していった。3. その知らせを聞くが早いか、彼女は真っ青になって立ち上がった。ポイント。There are a number of ways in Japanese you can phrase an affirmative versus a negative question to express the meaning of no sooner does than or hardly does when. Limited to after a perfective verb, kato moto has a very similar meaning. 1. 空が暗くなったかと思うと、パラパラと雨が降ってきた。2. クリスマスが終わったかと思うと、もうお正月だ。年末年始は忙しい。The level 2 grammar uchi ni after the same verb repeated in affirmative and negative also belongs in this category. 3. 一つの仕事が終わるか終わらないかのうちに次の仕事が来る。4. よほど疲れていたのだろう。子供は布団に入るか入らないかのうちに寝てしまった。Actually, uchi does not have to be used here. Suru ka shinai ka ni or suru ka sezu ni have similar meanings. Also, this phrase can even modify other nouns besides uchi, such as in the example. 5. 10年に1回起こるか起こらないかの珍しい出来事です。 It's a rare event that barely happens one time in 10 years. We will cover ya inaya in a later lesson.But it is a literary expression using the literary question particle ya. Do not, however, confuse this with ka inaka, which is only used in the meaning of whether it is or not. We also see examples here with totan, just at that time, nari, which has several uses, but here it means upon doing, and sobakara, which is an equivalent expression to atokara, right after it happens. 1.家を出るや否や激しく雨が降り出した。2. 彼らは顔を合わせた途端、すぐに仲良くなった。3. 彼はそう言うなり、後も水に駆け出した。4. 聞いたそばから忘れる。12. からある。Kara aru is used after numeric classifiers to emphasize that you think that the number is a large amount. 1. 1日に100件からある電話相談に1人だけで対応するのは無理だ。2. その俳優は5ページからある長いセリフをすぐに覚えてしまった。3. 50キロからある荷物を運ばなければならない仕事だよ。君にできるかな？ポイント。You already know the basic use of particle mo plus the positive predicate, which you learned in basic Japanese, to mean as much as, to emphasize a relatively large amount of something, and the negative predicate to mean a small amount. Besides mo, even the particle wa can be used, such as,わある、わする、to imply a number is on the low end. 1. あの相撲さんは大きいね。体重が150キロはあるだろう。2. それぐらいの大きさのダイヤだと、質にもよるが、100万はするだろう。3. 都内にアパートを借りて生活すれば、最低15万円はかかる。4. 彼女は細いね。40キロもないんじゃん。5. これはダイヤモンドじゃないんです。ガラスだから1円もしません。13. 嫌いがある。It may be surprising to learn that the word that means to dislike or hate something also can be used to express a tendency or leans toward a certain behavior, or it can have a tinge of some attribute. But that is not what's difficult on these questions.
The difficulty here is in what situation it can be used. For example, we may say in English that a store tends to be crowded on the weekends, but kirayagaaru would not be used in this situation in Japanese. The suffix gimi or keikogaaru could be used. With kirayagaaru, the condition is not one that sometimes exists and sometimes doesn't, but it is an innate tendency that is always there, even if the thing in question exists for only a short time. Also, the attribute is normally a negative one or one that you are disapproving of. After a noun, it is linked with the connective no. 迷信の嫌いがある習慣。その言い方では皮肉の嫌いがある。In the second example, you are criticizing the way of speaking as being tinged with sarcasm. It is part of the way of talking, an innate quality. 1. 彼は慎重すぎて決断が遅れる嫌いがある。2. 確かにコンピューターは便利なものではあるが、現代人はともするとコンピューターに頼りすぎる嫌いがある。3. 最近のテレビ番組制作者は、良い番組を作ることより、視聴率を上げることの方を重視する嫌いがある。4. この会社には、男性優遇の嫌いがあるのではないでしょうか。ポイント。Along with kirayagaaru or other similar expressions, we sometimes see a setup at the beginning of the sentence with phrases such as tokaku, tomosuruto, yayomosuruto, etc. This can be a clue on the test that the answer should be something dealing with being apt to or tending to. 1. 若い人はとかくそんな風に行動するものだ。2.人間にはとかく怠けたがる傾向があることは否定できません。3. 遺言にはともすると危険が従う。4. 私たちはややもすれば異質なものを排除しようとする。14. 極まる。極まりない。Both 極まる and 極まりない。Follow not adjectives or descriptive nouns, and may optionally modify another noun. They both have a similar meaning, but kiwamarinai is more likely to accompany more negative words, such as being rude or poor. But this is certainly not always the case. Either one can describe something positive, such as having the highest courtesy or the most elegant dress imaginable, etc. In either case, it is a literary expression and not often used in colloquial speech.Note that we are not using the negative form of kiwamaru, but the noun stem, as if it were kiwamari ga nai, with the particle ga or wa dropped. Some other equivalent adverbs you could use more commonly include hitoni, tobikiri, or jitsuni. 1. 客に対して失礼極まる態度で接したその店員は、すぐに辞めさせられた。2.その小説を読んでみたが、平凡極まるストーリーでがっかりした。3. 電車が近づいているのに踏切を渡るとは危険極まりない。4. 健康セミナーに出て医者の話を聞き、酒の飲みすぎやタバコの吸いすぎは不健康極まりないということを、再確認させられた。5. 社長のスピーチは長々と続いた。話の内容も退屈極まりなく、居眠りする社員もいた。ないを使う表現。Now, let's look at some expressions that contain the negative verb or just ない alone.These are all commonly found and used on the JLPT test, and not just at the N1 level. First up is またとない。Literally something that will not exist again. Used as an adjective, it has various translations including unique, matchless, unequaled, unparalleled, etc. 1. またとないチャンスだ。このチャンスを逃してはならない。逃すものか。
に。彼は優しいし、頭もいいし、またとない結婚相手じゃありませんか。なぜ断ってしまったんですか？思ってもみない。思いもよらない。思ってもない and the expressions 思ってもみない and 思いもよらない all imply something happened that you would never have imagined could be. So it's unexpected, unforeseen, and therefore surprising. By the way, you can also use this as an adverb by stating 思いもよらず or the similar expression 思いがけず against or contrary to all expectations or to one's surprise, etc. 1なんという偶然だろう。外国で君に会うなんて思ってもみなかった。2思いもよらないことに我が社の株がどんどん値上がりし始めた。どういうわけだろう。15ごとき、ごとく。 Perhaps you've heard of the video game series 理由がごとく。Yes, this is using a bit of a fossil word, but unlike Becky, it's not often heard in colloquial language. Instead, we may say, ryū no yōuni, like or just like a dragon. I apologize if this slide is hard to read, there's a lot of text here, but actually there is no way we can cover much about classical Japanese grammar because it's so very different, with its own rules and terms to be learned. But the good news is, you don't actually have to know any classical Japanese to take the level 1 exam.For example, for this word, just keep a couple of things in mind and you'll be fine. If it seems that you can replace the missing term with ような, then it's probably gotoki. If it looks more like an adverb form like ように, then it's probably gotoku. These forms have other uses and rules, but that's all we can really talk about here. Note, though, that the root form, gotoshi, shows up in certain proverbs, such as koin wa ya no gotoshi, time is like an arrow. Though this form has the copula built in,Or rather, it doesn't need a copula at all since no such thing existed in classical Japanese. You may hear people quote it in a modern context like, Koin ya no kotoshi da ne. 1. 指導員は私のごとき初心者にも丁寧によく教えてくれた。2. 私ごとき者がこんな立派な賞をいただくとは感激の極みでございます。3. 鳥のごとく空を飛ぶこと。これは人間の夢である。4. その犯人は事件には関係ないかのごとく話していたが、刑事の鋭い追及に負けて、ついに白状した。ないを使う表現。とどまるところを知らない。Knowing no bounds, showing no signs of stopping or slowing down. 1. 株の値下がりはとどまるところを知らない。これでもう3ヶ月も下がり続けている。2. インフレで地価をはじめ、物価の高騰はとどまるところを知らない。2. 過ぎない。After a noun, the expression ni sugi nai downplays the significance of the thing. It is nothing but, it's a mere so-and-so, it's no more than such-and-such. Also along with this, I should add the expression tori ni tarinai, used to describe things that are beneath one's notice, insignificant or unworthy of any attention or consideration. 1. 小さいミスに過ぎないんだから、そんなに気にすることはありませんよ。2. 私はただの平社員に過ぎないので、会社の先行きなど全く予想もつきません。1. 取るに足りない言説を無視しよう。16. こととて。If you see a question that looks like giving a reason or an excuse as part of an apology, you may see こととて。On any kind of predicate, linked with nouns with no as usual. It's a formal expression, so you probably won't use it much yourself, but it may come up in reading. 1.
休日の午後のこととて、その遊園地は家族連れでにぎわっていた。2何分慣れぬこととてミスが多く、誠に申し訳ございません。3初めてのこととて、やり方を覚えるまで随分苦労しました。4その事件についてはかなり以前のこととて、ほとんど記憶しておりませんが。ないを使う表現。ではないか。ではないか is of course just a bit more formal version of the contracted じゃないか add-on that you probably already know. Remember that this sentence extension, like だろう or かもしれない, is normally attached without a juncture to emphasize the meaning it imparts. Here, the is it not true meaning is just to highlight your thinking that you believe it is. 1一体どうしたんだろう。昨日インプットしたデータが消えているではないか。2草一本ない砂漠でも生き物が生息しているではないか。その生命力には感動せざるを得ない。に越したことはない。に越したことはない meaning there's nothing so good as or there's nothing like doing so and soIs used in general to give advice on what would be the best course of action to take. Like にすぎない, it belongs to a class of what we may call direct nominalizers, of which there are many in Japanese that can be attached directly to a verb without のor koto, where it is assumed to have been dropped. 1. 降水確率は 50% だから、降るか降らないかわからないけど、傘を持っていくに越したことはないね。英語ができるに越したことはありませんが、できなくてもこの仕事をすることはできます。17ことなしに。 After a verb, ことなしに meaning the following predicate occurs without the first thing happening. Of course, rather than することなしに in colloquial speech, you would just say しないでせずに or しなくては etc. 1上司に一言も相談することなしに企画を進めてしまった。まずかったと反省している。2ベストを尽くそう。そしてたとえ失敗しても後悔することなしに一からやり直せばいい。3精神を磨き高めることなしに人としての成長はありえない。ないを使う表現。に他ならない。に他ならない also formally appears as に他ならぬ none other than as in これに他ならぬもの a thing none other than this oneYou might also come across its use with kara, like kara ni hoka. It is precisely because of, and a very similar expression, igai no nani mono demo nai, be due to no other reason other than. 1言葉は伝達の手段に他ならない。2彼女が見事合格したのは真面目な努力の結果に他ならない。以外の何者でもない。1あの人はやるべきことをやらない。あれこれ弁解はするけれど、結局は怠慢以外の何者でもない。2彼をその研究に導いたものは、好奇心以外の何者でもなかった。18始末だ。In this use, shimatsu refers to the conclusion or the results of a situation that you are usually critical of somehow. In other words, it's a bad situation. The sentence may list several things leading up to that conclusion. For example, he did this crime or that crime, and then finally he ended up in jail.
This can be used together with a word like hateni or tsuini, kekkyoku, etc. On a side note, a good shimatsu or bad shimatsu takes on two different meanings depending on how the word is interpreted. One refers to being good at economizing or being thrifty or not. The other is a situation or problem that is easy or hard to deal with. 1. 最近、弟は金に困っていて生活が苦しいらしく、友達に借金までする始末だ。困ったものだ。2. 論文の締め切りが迫っていて、二晩も徹夜する始末だ。もっと早く書き始めればよかったのだが。3. この計算また間違ってるよ。まったく彼にやらせるといつもこの始末だ。後始末は誰がするんだ。4. ゴキブリを見て、キャーと叫んだだけだったのに、近所から人が寄ってきて、果てはおまわりさんまで来る始末だった。ポイント。Another critical way to refer to a deplorable situation is arizama. Also note that the use of the idiom here, hitazetsu ni tsukushi gatai, something so good or, in this case, so bad, that it is impossible to describe or to put into words. It is beyond words. 1. 最近、帝はお金に困っていて、友達に借金までするありさまだ。2.少年たちのアパートは筆舌に尽くしがたいありさまだった。3. 後始末がまだついてない。4. 料理したら後始末を忘れないようにしなさい。19. ずくめ。Attached directly to regular nouns to mean full of, loaded with, etc.This ad nominal is derived from the verb tsukusu. Tsukusu primarily means to endeavor or exert oneself in the services of another, but it also has a sense of to do to one's utmost power, or fulfill to the fullest, or use until all the power is gone, in other words, use up or run out of. This feeling of expressing completely or fully is how this noun adjective add-on gets its meaning. 1.規則ずくめの寮生活にはもううんざりしてしまった。2. 娘が結婚したし、息子は就職が決まったし、今年はいいことずくめだった。3. そんなうまいことずくめの話なんて信じられない。気をつけた方が良さそうだね。4. 嫌いなものづくめの食事でがっかりした。ポイント。づくし is a similar noun add-on, which also can modify a following noun with the connective no. 1. 野菜つくしの献立。2.ないないづくし。Especially note its use in the expression kokoro zukushi. 3. 久しぶりに故郷の実家に帰った。母の心づくしの手料理が食べられて嬉しかった。つくす can also be attached to a verb stem to form a compound verb, such as 食べつくす to eat it all up, or 歩きつくすto walk or travel all over or throughout a place. 知りつくす to know something inside and out, etc. 4. 彼女はもう涙は出尽くした。20. 図には置かない。When one is spontaneously almost forced or driven into a certain action regardless of your will, then the expression...図には置かない may be used. The behavior or feeling should be considered naturally caused, regardless of one's will. For verbs that express emotions, the causative form is often used. 1.
そんなひどい詐欺にあったら、誰でも相手を訴えずにはおかないだろう。2長引く不況の波は、中小企業に打撃を与えずにはおかなかった。3彼らは攻撃されたら報復せずにはおかない。こうして殺し合いが果てしなく続く。4会社の合理化の話は、社員を不安にさせずにはおかなかった。ポイント。Since the meaning is related to something like kananazu, must certainly do, or 決まって be bound to do, here are some more expressions you should already know for review. 1毎朝1時間必ず散歩をしている。2絶対に教えるわけにはいかない。3間違くなく来るように伝えなさい。4僕はテストの時は決まって病気になる。5そういう病気はこの薬できっと治るだろう。Now you should also know the expression ずにはいられない meaning one can't help but to feel or do something or cannot resist doing it. The difference brings up another important point that may help you on the test.Notice in the examples, they all start with something that is causing the reaction. It is typically set up as the topic, like in these cases, saiki, fukyo no nami, orika no hanashi, etc. The subject of sezu ni wa okanai, in other words, is the kaze, not the causer. However, as you can see here, the same meaning can be said using the passive verb and irarenai instead of okanai. 彼女は周りにいるものを魅了せずにはおかない。周りのものは彼女に魅了されずにはいられない。21図にはすまない。The first thing you may notice is how similar this sounds to the previous sezu ni wa okanai expression. But keep in mind the differences. Here you feel that perhaps you may not want to do the action, but you have no choice.But perhaps because of a social obligation or law or policy you are working under, etc., you have to. So it does impart the feeling that you may not willingly want to do the action, but you feel obligated to, which may include some negative feelings on your part. You may also notice many examples of having to do something like apologize for something wrong you did. 1車のドアにつけた小さな傷とはいえ、私がやったことなのだから、修理代を弁償せずには済まないだろう。2この件については、正直に上司に話さずには済まないと思う。3相手にあれだけ迷惑をかけたのだから、お詫びをせずにはすみませんよ。ポイント。Of course, the test isn't going to make things easy for you by letting you choose from completely different grammar points. You often get slight variations of the same thing or similar sounding patterns such as this. 会社の失敗に社長が謝らずには。Here, irarenai would be strange because it's not that the sacho can't resist holding back his desire to want to apologize. And okanai doesn't fit because it's not that he can't help but do it regardless of his will, but instead is more of a social obligation he cannot avoid. You probably have learned waken niwa okanai, but perhaps you haven't used it much in the double negative form. In other words, you can't really not do that thing as much as you may not want to do it. 1メンバーが全員出席するそうだから、私も行かないわけにはいかない。2大雪でも、今日は入学試験の日だから、行かないわけにはいかない。So far, we're talking about these expressions ending in the negative, but nothing is stopping you from using it in the affirmative sense as well. 3
危ういところで死なずに済んだ。That's all for this lesson. I hope to see you again in part 3 for a review of these grammar points plus many more.